はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の後藤でございます。今日は19年1次ベーシック講座の企業経営理論第1回目、お話をさせていただきます。全部で全6回という形になってますけれども、1回ごとにだいたい2時間半ぐらいですかね。でその1回ごとにまあ、ユニット制になってまして、だいたい15分平均の少し長かったり短かったりはすることあると思うんですけれども、まあ、それで1ユニットのまとまりを話していこうというふうになってます。で話す内容としてはやっぱりいろんなテーマがあるんですけれども、特にこのベーシック講座で一番押さえておいてほしいというところをこうまず指摘していくということになると思います。でこの辺りのところっていうのはちょっと専門的だから、2クール3クール、我々でいう2クール3クールというステップアップ講座ですとかアドバンス講座ですとか、まあ、そっちの方で主に扱うからここでは軽めでいいですよっていったようなこう指摘をしていきたいと思いますんで、まあ、それに合わせて、まあ、どこまで、それからどの深さまで勉強すればいいのかっていうところをまずはしっかり掴んでおいていただきたいと。特に言葉の定義ですね、これを中心にテキストにメモしていっていただくなりして、あるいはマーキングしていただくなりして進めていっていただけるとよろしいかなというふうに思います。あとそれからもう一つは、ちょっと文章で分かりにくいところなんかがあったりした場合、ちょっと具体的な例を使ったりとか、分かりやすく解きほぐしてお話したりとか、まあ、そういう部分もあると思います。主にこの2つですね、の指摘をしていきたいと思いますので、1つでは、まずこのユニット1についてはですね、まあこの企業経営理論という科目の講義の全体感という、先ほど6回に分けてということになってましたですけど、まあ、1、2回は戦略論、3、4回が組織論、5、6回がマーケティング論という形で、まあ3分割されてますんで、本試験も大体3分の1ずつ出ますんでね、この流れで進めようかなというふうに思ってます。でまあ、この3領域をこうちょっと体系づけてみますとですね、まあ、まず経営の枠でトップマネジメントは何をやるのかというと、この戦略を立案し、展開していくっていう形になると思うんですけれども、まあ、それと同時に、特に中小企業なんかのトップマネジメントは戦略に合わせて組織を作っていくっていうところも非常に大きい役割っていうことになりますね。まあ、本当は組織戦略っていうのは今全社事業機能別戦略って書いてある、まあ、機能別戦略に入れる方も結構多いんですけれども、まあ、特に中小企業なんかは組織作りだとかね、まあ、人事の問題は機能別戦略に入れていいと思うんですけれども、まあ、組織作りの大枠は、戦略と併記された形の位置づけっていうので捕まえておくとよろしいかなと。で、戦略を実行するために組織を作っていかなければいけないわけですけどね。で戦略も階層があって、まあ、トップマネジメント、もしそれ比較的大きい企業でいくつもの事業をやってると、中小企業なんかは一つの事業で、まあ、一つの企業が、展開されてるっていうのが多いわけですけれども、大きい企業になりますとね、複数の事業をやってますから、まあ、そういう場合は複数の事業をまとめる全社戦略っていうのをトップマネジメントが、まあ、そして事業部長あたり、これもトップに近い方だと思うんですけれども、大きい企業だとこれがミドルになっちゃうんですけどね、事業部ごとの戦略の事業戦略っていうのを立てるとかね。で実際に事業戦略をやっていくには、財務があったり生産があったり、そして、今回、この企業経理の中に入っているマーケティング戦略というね、実際顧客ターゲットに合わせて、さまざまな製品の提供、あるいは根付け、あるいは、どの小売業を使って物を流すかとかね、いったような、そういったのがマーケティング戦略ということになるわけなんですけれども、
まあ、特にこの機能別戦略であるあのマーケティング戦略、この機能別戦略っていうのは生産であれば、運営管理という科目であり、まあ、財務であれば財務会計であり、まあ、それからあの店舗で販売するということであれば店舗販売管理運営管理であり、まあ、言ったように他の科目とのこう単体で扱っている場合が多いんですけれども、特にこのマーケティングっていうのはあの戦略のこう中心を占める重要な位置にあるという形で、この企業経理論の、まあ、どちらかといえばこの企業経理論というのはトップマネジメントの担当領域みたいになるんですけどね、そこの中に入れてあるっていうのはやっぱりマーケティングが企業経営戦略論の中心になってくるというような位置づけで見ていかれるとよろしいかなというふうに思います。はい、ということで、そのうちこれから第一分野、を入っていきますけれども、まあ、この第一分野テキストでいうと経営と企業活動という、ね、タイトルがついてるんですけれども、まあ、大きく分けると大体この3つかなという感じですね、テーマ的には、戦略策定の基本プロセス、それから経営計画、そしてマネジメントサイクルという、まあ、3つの領域を、学習してみようと。まあ、この中でもやはり一番重要になるのが戦略策定の基本プロセスというところになると思います。で、まあ、あの経営計画っていうのも広い意味と狭い意味あるんですけどね、広い意味だと戦略策定っていうのも含んでいくっていう立場の方も結構いらっしゃるんですが、この戦略と経営計画って分けた場合は、まあ、あの具体的な実行計画としての経営計画で、その方向性をこう固めていくっていうか設定する、これが戦略だっていう形でね、で戦略まずありきで、実行していくための経営計画、いうような位置づけに、まあ、今回はちょっとしてますんで、そういう意味で捉えておいてほしいと思います。で計画立てっぱなしはダメですよね。計画に合わせて実行し、でその実行の結果をチェックして、まあ、ズレがあったら、それを是正して計画に戻していく、まあ、このプラン、ドゥ、シーあるいはチェック、でアクションという方もいらっしゃるんですけどね、こういうサイクルで回していかなければいけない、これがマネジメントという意味でマネジメントサイクル、まあ、計画をスタートにして実施統制といったような形で、戦略を実現していくための活動というふうにね、見ていっていただけるとよろしいかなというふうに思います。で、その中でもまずは、戦略の、策定プロセスということになるわけなんですけれども、この6ページを、ちょっと見ていただきますかね。それに行く前に、先ほどの全社戦略、事業戦略、機能別戦略っていうのを、先ほど言いましたこう組織の形と合わせてみると、大きい企業であれば事業部がいくつかあると、でその上に本社があると、で本社のトップマネジメントが全社戦略、で、事業部ごとに大体事業戦略という形が構築されている。でその下に機能別戦略、バリューチェーンってあるのは後で出てくると思うんですけれども、その下に購買物流ですとか製造ですとか、それから販売マーケティングですとか、結局この辺がこう部門化されて、機能ってファンクションという英語ですけど役割ってことですよね。仕事の役割ごとに、部門が構成されている、場合、分かりやすく言うとこういったその部門ごとに機能別戦略が展開されると。でこれをガーッと連なる形でと、実行していくと、一番この右側のところにマージンっていうね、付加価値ついて、利益が取れていくというような流れになってます。後で説明しますけれどもね。
我々はそのここで次に経営計画に入るんですけれども、その前に、戦略の大枠をちょっと見ていこうというふうに思います。テキストの6ページを見ていっていただきたい。6ページにこう絵がありますけどね、まず経営理念、これ経営の哲学ですよね。で、どう企業としてなりたいかのビジョンを立て、そしてその後企業戦略っていうね、前者的な戦略のレベルに入っていきます。前者戦略ですけどね。でその下に事業戦略があって、この中に機能戦略がこう展開されていくことになるわけですよね。先ほど言いましたマーケティングあり財務あり人事ありと言ったような形で、その下の実行計画、それを実施するための計画と、こういう形になってますよということで、でまずポイントの一つは、次のページにありますこの戦略策定の基本プロセスですね。で先ほども出ました理念やビジョンを前提にして、で、先ほどのピラミッドをもう少し詳しく言うと、戦略 の策定っていうのはこの辺になるわけなんですけどね、この辺になるわけなんですけれども、その前に、SWOT 分析という、現状の認識ですけれどもね、これは戦略を立てるに際しての、環境の分析って言われますけれども、外部環境の分析と内部環境の分析、後でこの環境分析のところは次のあたりのテーマで、次の回になりますかね、入ってくると、ことになってますけれども、外部環境では環境の与える機会と脅威、オポチューニティとスレッド、それから、内部環境分析は自社の強みと弱みと、ストロングポイントとウィークポイントって言っていいと思うんですけれども、でこれらをきちっと分析して、で、戦略を構築していく。でここは全体の戦略 の立て方のストーリーを書いてあるわけですけれども、本来で言えばここが前者戦略とかね、それから事業戦略とか、階層化されていると。でその下に機能別戦略があると、で、前者戦略について、大体、我々は第1回、の、あたりで扱ってみようかな、ページでいうと16ページからあたりですね。それから事業戦略が大体第2回目の、お話ポイントになるかなというふうに思いますけれども、これは大体ページでいうと60ページ内外のところですかね、58ページあたりからですかね、という感じになっていると。であと機能別戦略のうちのマーケティング戦略というのが大体210ページぐらいですし、それから組織人事戦略ですよね、なんかは、テキストでいうと110ページあたりからスタートしているという形で、各論を扱う形になるというふうに捕まえておいていただきたいというふうに思います。で、そうですね、あと先ほども言いましたように、策定された戦略をもとに経営計画策定され、マネジメントサイクルに基づいて計画が実行されるというね、戦略のこの後の流れ、実行計画だとかね、いうあたりのところが、ちょっと書かれているというふうに捕まえておいていただきたいと思います。次が先ほどもちょっとお話しました戦略の階層というところを、ちょっとしっかり押さえましょうということで、大体、先ほど お話ししましたけども、
企業戦略のレベル、全社戦略とも言うということで、まあ、会社全体で何が重要かを決め、複数ある事業の中でどの事業に注力し、どの程度資源を投入するのかというね、特に資源配分という視点というのは非常に全社戦略、企業戦略では重要になってくる。で、今度は事業戦略になってくると、個別事業単位で成果を出すために、まあ、自社が強みを持てる領域を、まあ、選択しますということで、で、ここから競争優位をどう打ち立てていくかっていったようなね、まあポイントっていうのが、非常にこの事業戦略では強調されるということで、まあ特に戦う戦略ですね、競争戦略というのが中身になってきます、はい、で、企業戦略の場合はどちらかというと、どういう事業を選択し、どういう方向に企業の舵を取っていくかという、企業の成長を主にこう、なんていうんですかね、のための成長のための戦略という内容になる。それから事業戦略っていうのはどちらかといえば戦って勝つというね、競争戦略的な意味合いの戦略内容になってくるっていうところを、まあ注意しておいていただきたいと。で、機能別戦略っていうのはこの競争に勝つため、というふうに言っていいと思うんですけれども、今そのために具体的にどういう、まあ、活動をやっていかなければいけないのかということを、まあ課された宿題っていうことになりますけどね、を解決するために、宿題をやるためにどんなことをやればいいのか、製造、あるいはマーケティング、営業とね、いったような形で、まあ、下に書いてますけれどもね、まあ、それぞれの事業の、まあ、競争優位を打ち立てるために具体的に動くっていう、こんな感じになるかなというふうに思います。はい、まあ、この関係をちょっとしっかり捉えておいていただければよろしいかなというふうに思います。それでは、だいたい、まあ、このユニットはこのぐらいに、しましょう。はい、このユニットは終了します。